葬りと復活の内面的な出来事をですね、ザクッとつけてまた死と葬りと復活をね、最も美しく表現する儀式が神霊であるというね、いうことですよね。成人だけの洗礼にこだわらない、大人や子供の、ね、内面に救いの出来事が起こることね、これが大事であるね。その象徴を証として洗礼を受ける、ね、だから洗礼はね、イエス様神におけらと思われたものを作る産湯のようでね、あるいはこうね、イエス様を愛して信じて一生を共にね、こう連れ添っていくね、伴侶としてね、まあ、結婚式のようで、あるいはこう自分の、ね、古き生き方に死んで夢の朝生きるね、お葬式のようでね、いう、まあ、伴侶と特徴がありますよね。どちらにしても実質が先行して儀式が続くというね、こういう考え方で、でまあ洗礼の、まあ、こういう議論の相違をいろいろ聖書箇所を挙げてその解釈を検討をするとね、いうんですね。そしてエリクソンの捉え方は、まあ、バプテスト的ですね、幼児洗礼は不適切です。なぜならば本人の信仰は全然そこにね明らかじゃないじゃないね。で聖書の場合やはり信じてバプテスマを受けるのは救われると考えているね、信じてというね、このその主観的なね体験が非常に重要です、ね。そして洗礼の様式についてはですね、適礼とか中礼とか、あるいはこう神礼で言われますけども、ね、新約聖書自体は神礼であったと見られる。もちろんエルサレムなんかで何千人も救われてですね、あんだけの人を洗礼授ける、神霊授ける水があったのかという議論もあるんですよね。いろいろあるんだけども、ヨルダン川の洗礼とかね、いろんなこう、ピリポの洗礼とかね、いろんなの見てもですね、神霊であった可能性高い。ただですね、それ断定、するには至ってないわけですけども、バプテスマが意味しているものとですね、その私の内面で起こる出来事、ローマ6章にあるようにですね、内面の出来事とかで、やはり人本身と復活を象徴、最も美しく表現するのはやっぱり適齢ではなしに神霊である。ただまあその他の形式を否定するものではない、ね、だからまあ今の時代非常に移動の激しい時代ですから、転籍とかいろいろね、ありますから、その時にそれをですね理由にですね、心霊をもう一回やったりとかね、そういうことはする必要ないと思いますね。ただそういう人たちがはっきり言った時に、私たちの教会はですね、あなたのお子さんが洗礼を受ける時には心霊でですね、こういう形で信仰の内容とですね、美しく表現しているものとして心霊を授けるんです。ただあなたの適齢とかを否定するあれはありませんとね、そういうフォローが大事ですよね。適齢は認めないとかね、なんかいろいろものとややこしくなりますからね。やっぱりこの洗礼論というのをね、きちっと整理しておかないと、このそういうところで衝突が起こるし、教会の中に混乱が起こる。で教会の役員を中心にですね、リーダーグループではそういう意味での教会観、洗礼論、生産論の理解の共有というかね、コンセンサスの形成ということが非常に大事ですね。あと15分で、生産論ですね、教会の継続的な儀式ね、これはですね、生産というのはですね、どこの教会においても教会の歴史と伝統の中ではですね、この明確に信仰国家の儀式ね、幼児洗礼とかいろいろありますけど、大体幼児洗礼を受けた場合は信仰がはっきりしてからみたいな、どちらにしてもこの洗礼を受けたものに限定されているというね、これは教会のコンセンサスですね。で今日は未熟洗礼者に対して生産を開くというね傾向感性、これを言ったら
まあ、伝統的な教会観の中の、まあ、生産論の、まあ、崩壊という、ね、現象の一つでないかというふうに言われて非常に議論で、日本キリスト教団の中ではこの未受精者に対する生産をですね、主張して実践したら教職者が、まあ、教職者資格剥奪というね、こういう、まあ、事例も起こってますよね。だから、まあ、この問題はですね、教会、福音派の教会の中で非常に深刻な問題の一つになっているんですね。やはり単立教会とか、あるいはですね、そういう神学教育やそういう教会論のですね、学びをちゃんとしてない教職者や神学校ではですね、そういう生産論の崩壊ということが起こってですね。だから皆さんもここでしっかり、まあ、生産論を学ばれてですね、やはり教会学の基本的なあり方としてですね、教会の最低限のあり方としてですね、このと言いますか、そこでですね、聖書的な正しい教理が語られること、でもう一つは正しいこの秩序の中でこのサクラメントが執行されること、これは宗教改革の2つの基本原則なんですね、原点というか。でもまあ初めて最近来ている人たちに生産の式の時に寂しい思いさせたらあかんとかね、いかにね、もう何て言うか、お寺のアマチュアを配るようにしてですね、愛さんの前から食事に一緒にどうぞみたいな感じでね、生産がですね、まあのあり方がね、壊れてきているというかね、これ非常に大きな問題ですね。で、まあ、私の、まあ、まあ、こういう話すると、いや、うちの教会はね、どういうか洗礼受けてない人にも生産開いてますよっていうね。で、ただそうした時にですね、イエス様信じているけども生産受けてない、しかし生産に預かるとしたら、家族の中の手前ですね、主人とかね、で、洗礼を受けなくてもやっていけるんだったら洗礼を受けなくて済ませたいという人たちもね、出てくるというね、こういうことでちょっと困っているというようなことを聞いたわけです。私も、まあ、自分の教会の中でね、まあそういう、まあ、未信者に対する配慮というのは、必要なところもあると思うんですけども、うちなんかちょっと母親が最近洗礼を受けたんですけども、生産式の時にはちゃんと説明してね、どういうか、イエス様は信じていても、この洗礼を受けてなかったらね、この生産預かれないんだという、この教会でそうなんだ、私は、ね、そのことが、ね、母の洗礼に結びついたと思うんですよね。やっぱりその時に母としては信じてるけども、やっぱりこう生産預かれないということに対してね、やっぱり疎外感を感じるわけです。しかしその疎外感を感じたときにね、なんかどう言いますか、それでもいいんですよとしてしまうとですね、洗礼を受けずに済ませたいわけですよ。しかし、まあ、洗礼を受けないとね、要するに相思相愛でも結婚しがいがないと夫婦じゃないでしょ、社会的にはね。だからどう言いますか、この夫婦生活の中で許されることというのがありましてね、やはり洗礼、正式に公式に洗礼を受けて公のクリスチャンになって許されることってあるわけですよ、ね、それで、まあ、一つね、ものすごくおっしゃられたことはね、洗礼を受けることによってね、偶像崇拝にこの誘われなくなったということですね。今まではまあ前言ったら教会に行っててもね、本物のクリスチャンないだろうとかね、洗礼を受けてないでしょってね、そしたら喧嘩なんかしてね、洗礼も受け取らへんくせにみたいなね、喧嘩なんかしてみたいなね、こういうことがある。だから洗礼を受けたらもう正真正銘のクリスチャンだということがね、もう外部に明らかになりますよね。もうちょっとまあ偶像の付き合いはできませんということでね、まあ、親戚の付き合いはしますけどね、まあ一線が引くことができるね。だから洗礼というのはね、本人の信仰を守る意味もあるんですよ、この偶像社会の中でね。まあだからこの生産というものね、まあいろんな教会が皆さんの背景の中にもあると思うんですけど、
生産論というのをこれきちっと、ね、勉強してね、やはりあの生産論をちょっと確立してね、そしてまあこの開かれた生産論とね、オープン生産論というのがあるんですけども、あのこの欧米で使われている、ね、開かれた生産論っていうのはね、これはですね、あの日本で使われているのと全然違うんです。日本ではなんか美術戦車にも開かれた生産論というね、いうふうに使われている。欧米ではですね、あの教派によって限定された生産をですね、あの他の教派で洗礼を受けた人にも開くという意味で の開かれた生産論です。美術戦車に対しては開いてないんですよ、これね。でこのことをですね、非常に誤解しているあの書物が、まあ、かなり出版されているというね、誤解の発端もいろいろ批判されてますけどね、あの考えたなという、あの先生があの翻訳された本が原因であろうと言われてますけども、なぜそういう誤解が起きたのかというね、そういうことがいろいろあのネット上でね公開されてますからね、生産論についてのいろんな情報を仕入れて分析されてるから、あの西宮のね、下寄せのところじゃない方のね、あの西宮一番って日本記者の多層の教会はあの国書になった時にその開かれた生産をやりましてね、それからあのその牧師が変わって次の牧師になった時にまた伝統的な生産論を戻す、戻すのにものすごく苦労して、で教会全体で生産論を学び直してね、そのままいたらこの、まあ、正しい正直な生産の回復ということで一冊の本が書かれてますけどね、本当にですね、簡単にあのまあいたら敷居を低くするのは簡単なんだよ、再びまあいたら普通のあり方に戻すのはね、これはね、なかなかね難しいんですよ、ね、私なんかは二所目の教会を育って、高橋先生はありますね、そういうねあの組織のご指導はきっちりして、まあ駿米先生、との相談とかね、きっちりとしたまあそういう最初からもね、生産の時はあの洗礼を受けてる人に限られていますので、説明をいつも入れてくれました。非常に幸いだった。私も三崎の教会ではその原則でね、でまあ後にまあいろんなあのそういう面であの秩序があの隠してない ありがあるいうことね、後に知るわけですけどね、しかしまあ私はまあまあ教職者会や牧師会なんでね、絶えずまあ私たちはやはりこういうあの聖書的な生産の在り方、ね、の回復ということを取り組まないとね、やはりあの非常に異質なグループとしてね見られてしまうだろう。他の団体ではですね、教職者しか剥奪までいくんですよ、これ問題はね。なのにある団体ではですね、そんなもんあのいいじゃないかとね、もうあのまあそのどういうか新しい人つまずかなくて、まあ愛さんのような感じでパン食べてブドウジュース飲むでいいじゃない、こんなこの程度の考え方になってしまうんですよ、これね。だから生産の恵みというのはね、あのまあ本当にですね、あの崩壊あのしてきているというね、だから教職者の質的な問題だと、これをね踏み理解と思うんです私は。まあ、ローマカトリックではですね、実体変化ね、形態性と過体性となりますけども、ちゃんとした手続きの中でパンとブドウ酒がですね処理されたんですね、それはキリストの体の血になるというね、何々であるこれは私のパン血であることは肉であるね、である説ですよね、その代わりまあこぼしたりしたらですね、コンクリートなんかの場合ですね、ちゃんとしあのそう削ってね、そしてそのキリストの血を処理するあの手続きとかちゃんとあるんですよ、カトリックみたいなね、そこまでまあ徹底してるんですね。それからルター派はですね、キリストの体と血は共在するね、中にあるね、そういうまあ捉え方ですよね。まあ、これは、まあ、令和ではアイロンとその中にある熱と
ような感じですね、捉えられる。で、それが改革派の見方ですね。これカルバンの生産論、ね、キリストは生産式に臨在されると、ね、キリスト自身は天におられる、しかし聖霊によってですね、生産式に臨在される、ね、この、まあ、そういう捉え方ですね。そしてまあこのツインね、まあ、改革派の、まあ、カルバンなんかもう一つ前のですね、時代ですね、ツインね、キリストの死は単なる起源であるね、信仰の目という、まあ、パンとブドウ酒は単なるこの、まあ、形式というかね、実質だけが、まあ、信仰だけが重要であるね、こういうわけです。でバプテスマで歴史的にもツイングリーのですね、こういう、まあ、捉え方をしているわけなんですけども、まあこのペドカリスマの中でですね、このまあ、私はバプテスト的な方ですけども、まあ、改革的なですね、この臨在というね、この、まあ、側面がですね、非常にこう回復してきているというかね、だからこの生産論においてはですね、まあ、カルバンの説っていうのは、まあ、結構注目されていいようなんですね、まあ、この辺の、まあまあ、カルバンの生産論に関してはですね、真の生産を目指したかな、生産を目指してという本だと思いますけれども、ここからにたくさんのいろんな教科の認める方が生産論について、まあ共通しているのは、まあ言ったら未受精者の倍産は非聖書的であるというね、主張に貫かれているんですけれども、まあカトリックからですね、セクターいろいろ、その中のまあ、いつも言う、牧田先生のカルバンの生産ですね、これは非常に優れた生産ですね。それから去年出されたね、去年だったかな、生産論特集ね、福音主義神学ね、福音主義神学の、まあ、生産論ね、まあ、いろんな教科の先生が、この中の三好先生の、ね、三好明先生の生産論、ね、それから一番最初にある山崎蘭さん先生のね、生産論、ね、これは非常に注目している、非常に優れた、こちらは聖書学的、ね、これは組織神学的実践的な、まあ、非常に優れた生産論ですね。まあ、エリクソンはわりかしこうね、輪郭とエッセンスに述べてますけども、この辺になってくるとかなり突っ込んだ理解がね、手に入れられますのでね、ぜひ、まあ、この辺りのコピーだけでも持っておられてですね、まあ、皆さんの、まあ、生産量をですね、まあ、本当に、まあ、豊かなものに持っていくんですね。キリストの臨在、ね、カトリックはデアル説、ね、ルター派説は含むコンテインね、からこの改革は霊的に含むね、スピリチュアルね、でこれは全部では表現してね、まあ、こういう、まあまあ私はまあ、まあ、どれかといえば、まあこの辺りですね、ツインと改革の、まあ、両面が非常にね、まああとはですね、まあ、時間がありますのでね、まあ、ぜひ、まあ、皆さんの